ジョッピ。さあ、今回はですね、SNS 上でですね、皆さんが、皆さんがっていうか一部の人間かどうか分かりませんけどもですね、コメント欄にもたくさんありましたけどですね、清田の問題についてですね、今日は語りたいと思いますけども、正直ですね、球団、もしくは本人からの公式発表があってから、動画を作ろうかなっていう思いはありましたけども、いろんなところでですね、ちょっと表現が正しいかどうか分かんないですけどですね、うるさいんでですね、一発ちょっと早めにね動画を作成してですね、伝えて、いきたいなっていうのもありますし、ちょっと僕自身の問題じゃないんですけど、コメント欄が荒れるっていうところですね、いろんなね、僕の YouTube は子供たちも見てくれてますし、いろんな方が見てくれてる中でですね、コメント欄いろいろ削除してっていうのもあんまりしたくないんでですね、そのままにしてありますけどもですね、ちょっとそういった行動も問題かなっていうところもあって、まだ、公式発表出てないんですけども、とりあえず、今里崎が思うことっていうところでね、動画に、していきたいと、思います、皆さんが満足するかどうか分かりませんけども、なかなか知らないところまでね言えないっていうところもありますし、正直ですね、不倫の問題に対してはですね、それは家庭の問題であって、一個人、第三者がですね、ああだこうだ言うことじゃないっていうのがですね、僕のスタンスでもあるんですね、その件に関しては正直、僕が言うことじゃないんで、清田本人とですねご家庭が考えればいい話かなと、思っております。やっぱ一番、問題視、されてるのはですね、やはりフライデーの記事にも載ってますけども、この9月のね、昨年の9月の28日から10月1日までのね、札幌遠征ですね、千葉ロッテマリーンズに、保健所からの要請、保健所からのね、シードはクラスターではないっていうね、ところがありましたけどもですね、集団ね、コロナの集団感染が、なってですね、10人以上の、選手たちがね、出場停止っていうかね、コロナに感染、陽性ね、なった選手もいるし、濃厚接触者としてね、隔離に、なった選手、そしてスタッフの皆さんもね、いる中での、出来事というね、報道が書いてますけども、14名の集団感染がね、発表と、でその中でね、この優勝争いを、してる中、クライマックスシリーズをしてる中ね、チームとしては、大きな戦力ダウンに、なったっていうところでね、昨年ことが起きて、で、球団からの発表、食い違いなんかもありながらですね、なんとかね、チームは2位を守ってシーズンを終えられたかなっていうところで、プロ野球界もね、120試合全てのレギュラーシーズンをこなしてですね、日本シリーズまで最後完走できたっていうところでね、喜ばしい、なんとかギリギリでね、日本プロ野球界、シーズン全うできたなっていうところでね、多くの方の、努力っていうのがあった中での、今回の問題というところでね、この、報道、フライデーによるとですね、部外者の会食禁止というルールを設けて、集団感染発覚後もルールを破った選手はいなかったとね、チームは発表していましたけども、これに関しては真っ赤な嘘だったっていうね、真っ赤な嘘っていうよりも、球団はね、知らなかったっていう方が、正しい表現かなと思いますしね、この報道によると9月28から30日ね、一緒にいてっていうところでね、でその後、清田自身もねコロナに感染してしまった、コロナ陽性ねなってしまったっていうところで、球団にね、虚偽の報告をしたっていうところが、一番問題ではないかなと思っておりますね。チームもねなんとか一致団結して頑張ったっていう中で、言えなかったっていう、それは後ろめたさもあるでしょうし、正直この虚偽の報告っていうのは、組織で動いている以上、そして社会人である以上、やはり一番重要視される問題ではないのかなと、正直、思います。今後のね、対応は、今多分球団とね本人が、事実調査も含めて話し合ってるっていうところもありますから、他のねいろんな報道は、片側からの意見しかわからないんで、清田側からの意見も出てないっていうところでね、片っぽの意見だけを取って、ああでもないこうでもないとか、これはどうなんだっていうところはね、正直避けたいっていうところもありますし、あとは僕がいちいち言うことでもないっていうところもありますけど、一つだけのね、事実で言えば、やはりこの虚偽の報告っていうところは、やはりこれは事実っていうところもありますし、球団としてはね、調査が行き届いてなかったって言われてしまえばそうかもわからないですけど、やはりそこまでね、なって、言ってたら、なかなかね、選手を信じてやりたいっていう気持ちもあったでしょうし、どうなんだってね、そこまで、なかなか探しきれないっていうところもあるんで、致し方ないかなっていうところもあるでしょうけども、
まあ、責任問題がね問われるっていうところは、まあ、組織の中であるかもしれないですけども、まあ、そこをね僕がいちいち言うことでもないっていうところもありますし、まあ、千葉ロッテマリーンズっていうねロッテっていうところを、看板に立ててやってる以上やっぱ本社サイドのねあの意向っていうところもありますし、やっぱコンプライアンス的に言えばねその倫理に反するっていうところでコンプライアンス違反って言われてもね致し方ないっていうところもありますから、まあどうでしょうね、まあ、公式発表があってねこういうことになりましたっていうところがあればねつなげて話しやすいんですけども、まだ発表がないっていうところでね、まあ、どうなるのかっていうところが分からない中で、まあ、昨年のね西武の選手のスピード違反とかの問題もまあありましたし、プロ野球界がね、コロナの中で全うしていこうと、まあ、今年もねまだ先日動画出しましたけども、キャンプがどうなるかわからないっていうところもある中で、なんとか一致団結してね12球団含めて頑張っていこうってなるところの、まあ、中ではやっぱり裏切り行為ってね言われても仕方ないと思いますし、厳しいね処分が出される可能性は十分あると思いますけども、まあ数ヶ月の謹慎もしくは無期謹慎っていうところがね、なる可能性は十分あると思いますし、どうでしょうね選手の道を断たれるっていうところも、まあ組織として考えれば最悪の事態っていうところもね、あり得るっちゃあり得るような、内容であることはまあ間違いないと思いますけども、まあ、いくらね千葉ロッテマリーンズのスペシャルアドバイザーをさせていただいてるっていうね、課題があったとしても、ここから先はね、まあ、僕が立ち入ることでもないですし、球団社長ね、まあ、本部長松本さん含め井口監督、そしてまあ千葉ロッテっていうね、組織の中でどういう判断が下るのか、まあ今日から3連休になるんでね、まあ、ひょっとしたら週明けの連休明けのね火曜日あたりに何らかの発表があるかなとは思いますけども、まあ、正直もうちょっと早い発表あるかなと思って待ってたんですけども、まあ、なかなかないっていうところでね、まあ、僕自身、まあ、今までもねいろんな動画出してきてましたけど、とりあえずはね報道ベースでまず出た後での、まあ、発言っていうところはありましたけども、まあ、僕も何でもかんでも知ってるわけじゃないんでね、なかなか、発言しにくい、あとはまあ今日はねこういうトーンでやってますけども、正直ねはっちゃけて笑いながら喋る問題でもないですし、シビアな問題だなっていうところもあるんで、まあ、まだね調査確認中っていうのはあるんで、正直動画をね撮るようなタイミング撮れる内容でもなかったんでね、これを聞いてもらって皆さんが納得するかどうかは正直分かりませんけども、まあやはりね、まあ一番はねコメント欄など、老若男女の方が見る中で、まあ僕と正直関係ないんでね、この問題を永遠そこで出されるのもねちょっとかなと思って、まあ今日動画にしましたけども、まあ今後ね、球団発表もしくは本人からね声も必ず出ると思うんで、まあそこを注視しながらねまた、動画に撮っていきたいと思いますけども、まあ、やはり、厳しい処分が、出るんではないのかなっていうふうに思いますし、チームとしてねどう対処するのかっていうところではあると思いますね、今後ね発表されることを待ちたいと思います。ということで佐々木智也でした。